フェルディナンド・ジャン・ルイジーニによるエミール・ギメの肖像画、エミール・エティエンヌ・ギメは、フランスの実業家、ローヌ県フルーリュー・シュルソーヌ出身、旅行者、美術の鑑定、収集家としても知られる、リヨン生まれ、父ジャン・バチスト・ギメは、科学者、母、ロザリーン・ギメは画家。1860年に、父が開いた工場の経営を引き継いだが、 この頃すでに様々な文明への興味が深く、1865年にエジプトを旅行したことが異文明、異宗教への関心を高めた。その後、1867年のパリ万博への出展、1873年にパリで開かれた第1回国際東洋学者会議への参加などによって日本の宗教への関心を高めた。その後フランス政府から、 極東宗教学術調査施設という認定を得、1876年に渡米して画家のフェーリックスレガメと落ち合い、彼と共に8月26日、横浜に上陸した。東京ではアメリカから来る途中に知り合った松本総一郎宅を訪ね、彼に東京を案内してもらっている。また、日本に来てから作品を通して知った川辺教祭を訪ね、 信仰を交わした。東京では、文部大、進む、久喜隆一とも面会している。京都では、浄土新州の幹部らと会見。ギメトレガメは、11月3日、神戸より出港、中国、インドを経由して1877年3月に帰国した。1878年のパリ万博で、日本から持ち帰った資料を展示した。その際に茎と再会している。 1879年9月にンに、現在のフランス国立ギメ東洋美術館の前身となったギメ宗教博物館を設立した。その後も日本に強い関心を抱き続けたが、再来日することなく亡くなった。T.E.B. ありがとうございます。